ポル・アマト・エスクでは、スペイン・バルセロナ県バルセロナ出身のフィールドホッケー選手。スペイン代表。ポジションはフォワード。2008年には、スペイン人として、初めてフィー年間最優秀選手賞を受賞した。1996年アトランタオリンピックと2008年北京オリンピックでは、銀メダルを獲得した。17歳だった1995年に、スペイン代表デビューした。 1996年にはアトランタオリンピックに出場し、フアンエスカレやシャビアルナウなどの名選手と共にプレーして銀メダルを獲得した。2000年のシドニーオリンピックにも出場して9位、2004年のアテネオリンピックにも出場して4位となった。2008年には北京オリンピックに出場し、再び銀メダルを獲得した。 2012年のロンドンオリンピックにも出場して6位となった。世界ランキング上位6カ国が出場する2004年のホッケーチャンピオンズトロフィーではスペイン代表は初めて金メダルを獲得した。2005年のヨーロッパ選手権では決勝でホッケー男子オランダ代表と対戦。2から2の同点からアマトは試合終了間際に2得点を決め、 スペイン代表の31年ぶりの優勝に貢献した。2006年のホッケーワールドカップ3位決定戦のホッケー男子韓国代表戦では2から2で迎えた延長で得点してスペイン代表の3位に貢献した。2008年にはスペイン人として初めてフィー年間最優秀選手賞を受賞したポル・アマドはホッケー一家に生まれた。4までには 以下のようなホッケー選手がいる。ありがとうございます。